皆さんこんにちは、赤ペソ先生です。今回は Windows 10に標準で搭載されていたステップ記録ツールというソフトについてのお話です。これ私は偶然見つけたんですけれども、 Windows で検索を使うときにたまたまステップで入力したら、この一番上にステップ記録ツールというのが表示されました。で、このステップ記録ツールというのを開くと、このようなものが表示されます。で、これが何かというと、ステップ、まあこのデスクトップ上でやった作業をすべてスクリーンショットを撮りながら記録してくれるものなんですよね。で、これ何がいいかっていうと、まあごく簡単に言うと、マニュアルを作ることができるソフトです。マニュアルっていうと、仕事をされている方だったら、デスクトップのスクリーンショットを撮って、Excel に貼り付けて、入力してっていうのを繰り返して作ってるんじゃないかなと思うんですけれども、そういうのをせずに簡単に作ることができます。ということで、実際にやってみたいと思います。まあ、まず、ステップ記録ツールにはボタンが3つほどあります。記録の開始、記録の停止、コメントの追加。主に使うのは、まあ、記録の停止。この2つボタンですよね。開始と停止ですね。で、これをクリックすると開始します。で、今回は、ブログを書くための Atom というエディターでちょっと書いてみます。はい、これで、ここの部分に、こんにちは、ブログですっていう感じで書きます。で、これをすべてコピーして、Windows Live Writer の方に貼り付けて編集で、これを下書きをブログに保存という一連の流れをやってみました。で、これを再消化で、ここで記録の停止をします。すると今までやった作業がこのようにスクリーンショット付きで表示されます。この緑で囲まれている部分がこの部分をクリックしたぞということですよね。ユーザーによるクリック。で、画像をね、クリックすると大きくなるようになってますので、すごく便利です。ユーザーによるキーボードを入力。Atom のウィンドウで、なんか入力したぞと。バックスペース入れましたよとかね。で、こういう表示になって、ここで Windows Live Writer を立ち上げたのが、はい、ここに書いてますね。ユーザーによる左クリックで、ブログのテスト、Windows Live Writer をクリックしましたと。で、Windows Live Writer の画面上で、何か、コントロール V だから貼り付けてますねっていうのが分かるようになっています。で、細かいところでいくと、最小化ボタンを押して画面を小さくしましたとかいうのも記録されるようになっています。で、これ、このままだと、受け渡しができないので、左上に保存っていうのがありますので、保存をすると、ZIP ファイルで保存されます。テストで保存して、はい、そうすると、ここにテストっていうのが出てます。この中に、レコーディングっていうタイトルで入ってますけれども、これが、先ほどのファイルですね。これマニュアル形式ですね。なんか MHT だからブラウザでも見れるのかな。で、これサイズ的には 1.79MB なんで、動画を撮るよりも全然サイズは少ないわけですよね。で、さっき言ったように画像をクリックすると大きくなるので、詳しく見ることができます。で、先ほど出てたコメントっていうのを、これは見れないのか。コメントの入力すると、このあたりにの部分がコメントで入るんだと思います。私はこうやって動画をスクリーンキャプチャしているので、まああまり必要ないかなとは思うんですけれども、例えば会社のマニュアルを作って、それぞれの社員に渡すときとかね、そういうときにはすごく便利なソフトではないかなと思います。簡単で、わざわざね、本当、私も一回会社員の時に Excel で作ったことあるんですけど、
まあ、それはすごくめんどくさかったんですよね。なのですごく簡単に作れます。ただ気をつけなければいけないのはここに書いてあるんですが、このファイルを共有する前に以下を確認してください。以下のステップは記録内容を正確に示しています。以下の情報にスクリーンまたはスクリーンショットに他の人に見られたくないものは含まれていません。この要するにちゃんと、記録されているかということと、見せたらいけないデータとかが表示されてないかということを確認しろということが書かれています。まあ、そこをね、最初にもうこのデスクトップ上でちゃんと管理しておけば作業を記録することができるのですごく便利だと思います。ということで今回はステップ記録ツールについてのお話でした。それではまた。